おっしゃ、でかい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 、よっしゃでかい。三島の12月中旬のナイツバス。超シャローだったね。ちょっと お口のあれ触りに行きますか。まあでも際とかもなんかいそうですよね。カワウがいるな。何かもしれない。カワウさんかな。何か。深いな。左向きますね。お、当たった。当たった。これいますね。ちょっと深めに落としたらバイト出ましたね。けー、ミスった。あのバイトをバラすか。なんか結構しっかりバイト出るよね。はい、コン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 。持ってったと思って。たまにだね。本当だ。一回で終わりかよ。そう。もうワンチャンくれ。
幽霊船。スペルバウンドコアのこのモデルじゃないと釣れないんですよ、原さん。原さん、スペルバウンドコアのこの6号2分の1ウルトラライト、スラッシュ L-ST じゃないと釣れないんで。超絶なぐ。逆がいいですけどね。俺47一匹でいいんだよ、あのさっきの原さんにダブショットで入れ食いで、逆が俺はいいんですけど、多分これ数重ねてもサイズは出ないんじゃないかな。40釣れたら本当はありがたい。日陰のここがいいっていうのが、いや別になんとなくこの辺かな。そっち側にメインチャンネルは寄ってるでしょうから、なんかお来た、よし原さん、これマジお願いします。あ、これ三角シーサー来た、シーサー来た。はい、ちょっとね、小ぶりだけどノーリーズの三角 T さん、ねえ、これをちょっとホビットって、ああポロッと取れた。この細軸の針で重りを 2g のネコリグね、これにしたらこんな感じでコンコンと当たっていい感じで釣れてくれましたね。三角 T さん冬場効くね。このサイズもしっかり食ってくれるって感じなんで、ありなんじゃないですかね。じゃあ、バスは逃がします。ありがとう。いやー、釣れた釣れた釣れた。で、こんな感じの、ね、出たばっかりの三角 T さんで、針が水晶のインフィニより冬場なんで、ちょっと細軸のホビットっていう針の1番小さめの針にして、で 2g のネイルを入れてスピニングタックルで、ディープに落としてちょん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 、ここっていう感じの当たりを待っていたら釣れました。でこれちょっとまだバスも見慣れてないだろうから、引き続きちょっと投げてみます。はい、はい、というわけで帰ってきました。三角 T さん早速釣れてくれたんですけどね、結構この冬の寒い、もう朝とか0度で道も凍ってるし、もう手が冷たくなりますよね。カキーンと冷え込んだ中で結構ボリュームは大きいから厳しいかなと思ったんですけども、深いところでこうちょん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 ずっとシェイキングしてたらいい感じの当たりが出てですね、なんとか釣ることができました。で、これはカバーで入れ込んで、まあ立ち木とかに引っ掛けてアクションさせるよっていうことで販売されているんですけども、結構この手のなんていうんですかね、ネコリグとかが効くようなフラットエリアでズルズルやったらビヨン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 と動いていい感じでバスを誘ってくれるんじゃないかなと思いまして、最初バラした1匹はですね、立ち木のカバーに
3.5g の重りで入れて一番底の方までやってこう誘ってたらここここここって来てバレちゃったんですけどね。立ち木をいくつか攻めてちょっとそういうところで反応が少ないなと思ってフラットなところを攻めてみたら、なんとかですね、綺麗な冬バスくんが釣れてくれました。で今回スピニングタックルで使ってみて当たりが出せたんですけども、水晶のフックはあのインフィニっていうフックなんですけども、動画でも説明してましたけどもこんな感じでインフィニのホビットっていうちょっと細軸の結構冬のライトリグ使う時とかによく使う針があるんですけども、この針の1番これをですねセットして使ったところ、なかなかサクッとかかってくれたので、まあ1番だとだいたいこんな感じのバランスになるんですけども、でちょっと冬場で甘がみだったりする場合があったりするんで、そういう時にこの細い番手を使うとサクッと刺さってくる。まあこれでも釣り上げてちょっと、かかり方見たらポロって針が取れちゃったんで結構ギリギリだったのかなと思うんですけども、こんな感じで、で重りは水晶ノックは 3.5g とかそういうちょっと重めのネイルシンカーを入れて使うんだよっていうアナウンスがされてましたけど、今回はですねスピニングで使うしあんまり重いとこう持ったりしちゃうってことでちょっと埋め込んでるんですけども、これね台輪のですね 2g のタングステンシンカーね、こんな感じでちょっと水晶のやつより軽め細めこんな感じのセッティングで試したところですね、サクッと刺さってくれました。まあちょっとどうですかね、まだもう冬でだいぶ当たりが少なくなってきちゃってるんですけども、こういうまあ普段レッグワームで攻めているようなところをこれで攻めて、でまあそんなきつい立ち木とかカバーにはそこまで強くないっていうことなんですけども、ただこれだとあの根がかりが少ないんで今回良かったのがちょっとしたなんか水中の根がかるほどでもないけど何か変化があるなっていうところを狙うにあたってですね、非常にこういう感じでオフセットフックで使えていて、でまあ針先も結構ちゃんと埋め込んで使ってるんで、よくあの減衰してる時とかに見えたりしますけども、こう水中のちょっとしたオダみたいな立ち木の崩れたようなやつあるじゃないですか、ああいうのをこうごじょごじょしたのを舐めるようにトレースしてきたいなんていう時に非常に根がかりが少なくて、でこの複雑な形なんでビヨン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 多分アクションしてくれてると思うんですけど、ここら辺の手もついたまんま使ってたんですけどね、これ実際に釣ったやつだと思うんですけども、なくならないでですね結構1日快適に投げ切ることができたなということで、まあ、テンポをよく釣りができるって一回寝かかったりしてこうリグリ直したりするとそのなんていうんですかね、テンポが崩れるというか、それが嫌なんですけどね、だからダウンショットやる時とかも自分マス針使わないで大概全部オフセットフックでやってるんですけども、寝がからないででちょっとボリューム感大きめのやつで魚をボイン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 誘えるってこういったところが結構効いてくるんじゃないかなということで、やっぱり大活躍してくるのはまた来年シーズンインしてからそういったなんていうんですかね、水中の障害物とかカバーとかにバスが多くいるタイミングとかになってくると思うんですけども、結構こういった感じで冬場の朝0度とかそういった寒い時でもなかなか当たりも出るし効いてくれるということで、まだねブラックバス何回か行けるかもしれない今年中ですね、で来年明けてからも寒い時期もですね1月2月なんかも釣り場の方には足しげく通いたいと思ってますんで、まあそんな時で、ちょっとタイミングこのタイミングかななんていいところがあったら積極的にですねこの三角 T さん、まだ何にしてもこんな変な形のルアーですねバスが見慣れてないと思うんで、レッグワームとかはもうだいぶバスも見慣れてると思うんですよね、あレッグワーム来たな
でも食っちゃおうっていう感じで、なんとか食ってくれてるようなところがあるかもしれないんですけど、このキテレツな形はなかなかディープの越冬バスたちも見慣れてないんじゃないかなということで、でまあボリューム感もあるんで、もしかしたらこれで食ってくれたら40近いの来てくれたりするんじゃないかな。でまあなんかあと一つ水中タチキでを狙うのにすごい使いやすいなと思って、あーこれタチキに引っかかったなっていう時、大概あの寝かかったりしちゃいそうなところでもこうタチキに引っ掛けながらうまいことシーソーシーソーして、でズルンって抜けて、使うことができたんで、ちょっとあそこやあそこやあそこで使ってみたいなっていうところがいくつか、頭の中にあるんで、そんなところではですね、積極的にこのノリズの三角 T さん、投げ込んでいきたいと思います。というわけで本日の釣り講 TV はですね、レンタルボート解禁された、ばかりの三島湖、そこで三角 T さんで冬バスが釣れたよと、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。